皆さんこんにちは。ファーミングシミュレーター22欧米論編、今日も続きをやっていきたいと思います。現在11月のお昼12時31分を回ったところです。こちらはですね、44番の天才畑ですね。畑の情報を見ていただくと、天才で、収穫可能ということですね。で、今日はですね、今から天才の収穫を行っていきたいと思います。で、以前ですね、天才は一度育てて、収穫まで行ったのをですね、お届けしてると思うんですが、これからはですね、常時天才の方をですね、育てて、収穫して、砂糖をですね、ずっと継続的に作っていこうかなと思います。で、天才はですね、砂糖の原料にもなりますし、豚さんの餌としても使えますので、非常に優秀な作物かなと思ってまして、ただですね、収穫する機械が、コンバインがですね、非常に高くて、効果だったり、あと、そうですね、収穫量が多くて、結構、収穫が大変だったりとか、あとはそうですね、この収穫した後に、すき込み作業も漏れなくついてくるとか、結構ね、いろいろ大変なんですよ。ただ、常時やっていかないと、根菜類も必要ですし、砂糖も必要なので、ちょっと気合をですね、入れて腹をくくってですね、これから天才を常時育てていこうというふうに思います。で、天才を、収穫するのに必要なですね、まずコンバインの方をちょっと買います。ショップ画面の方で、収穫機ですね、違う、天才関連機器ですね。で、こちらの方に、天才の収穫機が並んでるんですが、ですね、やっぱり一番高いのですね、これを買おうと思います。499,000ユーロですね。で、これにはですね、刃がついてませんので、刃も、カッターですね、カッターも別で購入する必要があります。で、ここで R3 スティックを押すと、関連商品が出てきますので、これで見ていただくと、カッターが4メーターですね。これ4メーター。カッタートレーラーも買った方がいいのかな？ちなみにこいつだと、書いてないな。書いてないですね。で、こいつだと、2.7 メーターですね。かなり狭いですね、やっぱりね。4メーターも決して広くないですけどね。これが天才の、ちょっと手間のかかる原因でもあるんですけどね。普通のその穀物類とかだったら、幅の広いコンバインにファーッと収穫したらいいんですが、はい、こちらの、じゃあ、収穫機ですね。ハーベスター買いたいと思います。499,000ユーロ。かなり高いですね。それと、先ほど言ったこのカッターですね。カッターを収穫機に取り付けるってやつですね。で、この天才はですね、本来であれば、作業がですね、収穫に必要な作業が2つあるんですね。で、またちょっと説明はするんですけども、その作業がですね、2つの作業が一発でできる農機具になります。で、ちょっと天才の、説明をちょっと見てみましょうかね。ですね、これ天才は根菜類かな。
書いてないな。まあ、じゃがいもや天才を育てる場合は、うんぬんかんぬんというふうに書いてますね。で、何が必要、まずは何が必要かというと、この地面から出てる草というか、葉っぱですね。その葉っぱをまず刈り取らないといけないんですね。節葉処理って言うんですけど、この、下の分、これがね、多分節葉処理の画面だと思います。で、上のコンバインは、節葉処理も収穫も両方できるという優れものですね。ただ、この幅が非常に狭いので、今回私購入したのは、もうちょっとこれが幅が広いやつですね。ただ、さらに高価になります。で、もう一つこれあるのが、これですね。天才の切り出しっていうのが、作れるらしくて、要は天才をですね、さらに細かく、切り刻んで、多分、作るんじゃないかなと思うんですが、で、これね、もう一つここに書いてあるのは、切り出しした天才は、バイオガスプラントへ運んで発酵させることで、再エイジにしたり、生産施設の砂糖工場に輸送して砂糖を生産したりすることができますって書いてますね。だからこれ切り出しにしてバイオマスプラントっていうところで、再レジにすることができるみたいですね。だからいろいろ活用方法あるんじゃないかなと思うんですけど、できたらその天才の切り出しまで作ってみたいなと思うんですが、この画面を見ると、これ何ですかね、フロントローダーにつけて、その、天才の切り刻む機械を、なんかシャベルみたいなやつですかね。それに入れて、やるんですかね、これ。ちょっと一回試してみようかなと思いますけど。まあ、いずれにしても、まずは収穫しないといけないですね。はい、今ですね、ショップの方に飛んできました。画面に映ってるのが、先ほど購入した、天才の、コンバインって言ったらいいんですかね、ハーベスターですね、収穫機になります。こんな感じですね、外見。これは以前お届けした時も、これをリースしてやったのかなという感じですけどね。すごいでっかいですね、タンクが。だからこのタンクがまあついてるっていうことは、やっぱり相当な収穫量があるというふうにはまあ見て取れますよね。これもうちょっとね、前にこのカッターを置いてほしいんですけどね。はい、じゃあ前にこれドッキングですね。バツボタン。こんな感じです。こんな感じで行く感じですか。で、前のそのカッターでですね、まず節葉処理をして、で、後ろでまあちょっとこう掘り返して収穫して、後ろのタンクにどんどん乗っけていくような、そういうまあ仕組みみたいですね。かなり長いんで操作が難しいですね。中からこんな感じですね。ちょっと中の障害してなかったな。中もこんな感じで全面ガラス張りですね。天井は特になんもないですか。あ、結構見晴らしはいいですね。車高も高いんでいい感じです。ましたね。で、今ですね、この畑で育ててるのは直線距離の分だけなんで、非常に収穫もしやすいはずですね。そしたら、まずはカッターを下ろしましょうかね。カッターをこれ展開はしなくていいの？展開はしなくていいのかな。
カッターを収納する。カッターを押す。あ、わかった。これ本体に今カーソルが合ってないんで、これですね。収穫機を展開する。三角ボタンで切り替えないと展開できないので注意してください。展開は終了なのかな。はい。で、パイプを出すって、あ、パイプはまあ出さなくていいですね。ほんで、これまた今度は前にカーソル合わせて、今度はカッターを下ろす。下ろました。で、カッター、まあ、収穫機のスイッチを入れる。であれば、このなんですかね、葉っぱをまず切り取って、でその後、天材の収穫をする必要があるんですが、このハーベスターはですね、それが両方できるので、ちょっとヘルパーさんに代わりまして、カッターの前の方でですね、上の葉っぱをですね、収穫で、これで後ろの方で、この下の方から取り返して、天才をこう出したやつをちょっとこの車輪の下にあるクリアみたいにして、運んでこの前の車輪の後ろ側あたりから、まあもうこんな感じで、下にメーターがあるんですけど、天才はですね、かなり周期量があるんですけど、今回ね、畑そんな大きくないんで、多分ね、そんなにはないと思う。で、畑も直線の部分だけにしか植えてないので、ヘルパーさんも仕事しやすいと思う。そしたら私トラックをちょっと取りに行きましょうかね。はい、じゃあトラックの方を持っていきましょうか。まあ、ちょっとショップの方に止めてたんで、ついでにガソリン入れましょうか。あ、なんかスパナワークも減ってるんで、ちょっとメンテナンスもついでにしときましょうか。ショップなんでね。頭から突っ込みますか。あー、ここにあれがある。まあいいか。これね、確かね、ポプラの苗木なんですよね。まあ苗木というか種なのかな。修理三角ボタン。たら、天才畑に向かいましょうか。いや、このトラックももうだいぶ使ってるんで、62時間になってますね。で、一番最初に買った7810がですね、ついに200時間突破しましたね。使用時間すごいですよね。あ、今帰ってきましたね。で、この天才用のハーベスターもですね、この何て言うんですかね、ノズルっていうんですかね、パイプが 片方にしかついてないんで、どちら側からか
しかこれ打ち尽くすことができないと思うんですよ。どっちだったかな。ちょっと映りましょう。まだタンクは大丈夫でしょう。 64%。 あーなるほど、これ左側ですね。だからそこで終わってターンをしたらちょうど映せる感じになります。だいぶ溜まりましたね。天才のこの畑の出来としては、畑はですね、収穫量ボーナス 95% ですね。どうもね、ローラーをかけるの忘れてるみたいで、まあそれはもうご愛嬌で。パンした。で、ゆくゆくはですね、もうちょっとこの天才畑伸ばして、奥の畑までちょっと侵入した形で行こうかなと思います。今回どれぐらいこれで取れるかですね。それでもそれなりに取れると思うんですが、まあ、基本はこれを、砂糖工場のすぐ近くに建ててるんで、まあ、そこに運んで砂糖を作る。で、一部をどうしようかな。サイロに入らないんですよ。あれ？なんで？ああ、これ高いんだ、これが。なるほど。じゃあどうしたらいいんだろうね。パイプをもうちょっと曲げてみる。一回止まって。パイプを出す。パイプの角度を変えれるのは。あ、変えれる変えれる。R ボタンで変えれますね。これが一番目いっぱい。これはこう。これでどうですか？そうか、これが高いんだね。で、この土地自体もですね、これ右下がりになってるんで、これ逆にやったらよかったな。あ、でもこれだったら大丈夫ですね。これでもこのまま走ってくれるのかな。このまま走ってくれるか。地面に置いて、さっきのそのブルドーザーみたいなやつで作って、でそれを切り出すっていう、そういうやり方なのかもしれない。ちょっと試してもいいですか。と
とりあえずは全部あの砂糖工場に取り込むんですが、いやちょっとやってみようかな。空き地も結構あるんで、その地面に置くことも確かできたと思うんですよね。まあ、ちょっとこれは砂糖工場に一回持っていきますけど、まあ、近くなんでもう 76% だけども運びましょうか。これいいですよね、近いと。ここに搬入場所があるので、ちょっとこの辺はまだ造成が終わってないんで段差がありますが、まあ、特に問題はないですよ。これでまた砂糖してって、まだちょっと砂糖ってみたかと思ってたから、ちょっと見てみましょう。天才砂糖が、今天才が 45,000 リッター入りましたね。で、真ん中にやっぱり天才切り出しっていうのがありますね。で、天才切り出しであれば、天才だと2が1、天才切り出しだと5の3ですね。5の3。あ、だから天才切り出しの方が、砂糖はちょっと多めに生産できるっていうことでいいのかな？そうですよね。こっちは21ですもんね。こっち53なんで、ちょっとプラスされるわけですね。じゃあ、天才砂糖もちょっと作り始めましょうかね。で、サトウキビはもうほとんどないですね。これ一回サトウキビ育てた時の、まだ残りがあったんですよね。ちょっと入れた感じですね。で、サトウキビはもうしばらくやらないと思います。ひょっとしたらまたやるかもしれませんけど、ここの畑が まだちょっと残ってるんで、ただね、まあやらないでしょうね。で、サトウキビの代用この天才でも十分できますし、ね、天才を、まあ、育てていれば、特にサトウキビを育てる必要はないのかなと思ってますけど、なんかメリットあればね、サトウキビしかできて、まあ、生成できない何かがあったりとかすると、まあ、やろうかなとかも思うんですけどね。あれ、まだかこれ。その隙にですね、ちょっと場所を変えたいと思います。はい、今ですね、ブドウ畑の方にやってきました。ブドウの方はですね、今お世話が、どこまで終わってんだかな。まあこれ剪定作業ですね。それと肥料を1回撒いてる状況ですね。なのでちょっと肥料をね、もう1回撒こうかと思います。多分ね、今巻いても、もう大丈夫だと思うんですが、葉っぱが茂ってからしないといけないのかな。ちょっと一回やってみましょう。ブドウもね、まあぼちぼちやってるんですけど、あと2列ちょっと今回増やそうと思います。ちょっと綿畑を少し削ってもいいかなということで、早いほどあのシニフル作れるようにあのブドウをたくさん今、ストックを、ね、してるんですが、なかなか増えないので、ちょっと見ましょう。これで、少しは増えたかな。あれ増えてないな。
ああ、やっぱりちょっと早いですね、まだ。やっぱ葉っぱが茂らないとダメなんだろうね。うん、ちょっと、失敗ですね。ここでやっても意味ないので、またちょっとこちらの方に戻ってきました。そしたら、とりあえず、てんさいの収穫作業ですね。やってしまいたいと思います。ちょっと天才切り出しを作るのにちょっとここにですね天才をばらまこうと思うんですが、ちょっと土のままなのでどうなんでしょうね。ちょっとコンクリートで塗りましょうか。これか、これですね。こいつで、まあ、この辺の前を若干塗りましょうか。分かりづらいか。こうしておけば混ざるものはなくなるかな。ちょっと。こんな感じでいいかな。はい。で、ちょっとバックして、ここに多すぎるのかな。ありますね。ここに荷下ろしする。結構な量ですね。
これで、終わるか。ヘルパーさんもどうも終わったっぽいですね。まあ、あれはもうそのままにしておきましょう。そしたら今度は、フロントローダーですね。ちょっとフロントローダーで、天才切り出しの、機械というか、アタッチメントをちょっと見てみましょうか。どこに乗ってんのかな？あれ、フロントローダーか、なんだっけ。ホイールローダーか、どっちかだと思うんですけど、フロントローダーかな？フロントローダーアタッチメント。これですね。これの中にあるのかな？これじゃないですか。アタッチメントは天才を切り出してバイオマスプラントで利用できるようにしますってことですね。これですね、多分。ちょっと他はないですもんね。これですよね。これはこれ。これもサイレージカッター。これちょっとなんか違う。やっぱこれですね。これで多分すくって、で、まあ、天才切り出しにするんでしょうね。はい。じゃあ、これ、ちょっと購入します。はい。それではですね、今、天才を、まあ、切り出しにするアタッチメントをですね、まあ、つけて、こちら、トラクターですね。これ、7R シリーズですね。こちらの方のトラクターをちょっと持ってきました。そしたらですね、これでちょっと天才切り出しの方ちょっと作ってみたいと思います。これをね、まずすくうんだと思うんですね。これで、これはもう普通のあのブルトーザーみたいな感じで、すくいましたね。で、今、これ 100% で2300リッター。2300ミリリッター。えらいなんか中途半端な数字ですけど。で、こいつをここの上に持ってきて、で、ここで切り出しをすると、切り出しが砂糖工場に、まあ自動で自動で送れるんじゃないかなと思ってるんですけど、どうなんでしょう。クルーズ切り替え、違うな、クラクション、フロントローダーアタッチメントのスイッチを入れる、これかな。あー、来ました。これなくなりましたね。で、確か天才は2300リッターぐらいだったと思うんですけど、1リッター、一緒ですね。なるほど。天才を切ってもリッター数は変わらないです。これを、まあ、やった方が砂糖は多少多く取れるという、そういうことなんです。これでも2300リッターずつ、ちょっとずつですよね、これやっていくの。もっとこれが大きかったらね、いいんでしょうけども、これはどうなんでしょうね。普通にもう天才を掘り込んでやった方が砂糖については断然いいかもしれない。これ切り出し全部これ使ってしまう、作らないといけないってなると、まあまあ大変ですね。これなんかコンベアかなんかでここに移して、それを切り出しにするっていう方法はあるのかな。だからこれこうしておいてですよ。
からうまいことやらないとダメですよね。切り出してこの辺からベルトコンベアでビヤーっと運んで、ここに落ちるようにまあ据え付けて、でこっちはこっちで切り出しをバーッと垂れ流しにするような感じで、そうするとここからずっと入って、ここからずっと入って、これぐるぐる回るような、そういうことはなんかできそうな気もしますけどね。ただコンベアの置く場所とその天才切り出しの置く場所、それをうまく配置しないとちょっと厳しい。だから砂糖を作るんだったらもう切り出しはない方がいいですね。増えるんでしょうけどね。あ、問題はそのバイオマスプラントに持ってってなんかそのサイレージを作れるとかっていう、それがどれほどいいのか、ちょっと一回やってみる価値はありそうですけどね。何か機材があるかどうかちょっと探しては見ようと思うんですが、もしですね皆さんこれいいよとか、前菜切り出しこれは絶対使った方がいいよとか、まあ、あればですねまたコメント欄でご紹介いただければありがたいです。あれね、このバイオマスプラントで切り出しにしたやつをサイレージにするっていう、儲かればですね。ただこれ結構きついんじゃないかな。これぐらい残しときましょうかね。あの豚さんの餌にも使わないといけないので、ちょっとこれで最後。でも切り出しのこのアタッチメント普通に運ぶのにも使えますけど、これで最後にしましょう。いや天才切り出しなかなかですね、なかなか大変かもしれない。野菜を切り出したら、まあでもそうか、リッター数は増えないな。はい、そしたらちょっと畑の状況を最後に確認しましょうかね。こちらが天菜を収穫した後の畑になります。あ、こっちか、こっちですね。こっちは違うか、こっちは違いますね。こっち側が天菜を収穫した後の畑になります。ですね、まあ、畑の情報の方に、すき込みが必要という文言が出てますね。やはりすき込みをしないといけませんね。すき込みをした時に、まあ、ついでにですねこの、ちょっとここですね、ここのここですね、ここを、もっと先の方まで、あのまたすき込みの、畑を作れるパターンのやつで行って、ずっとこのまっすぐですね、この辺をずっと畑にしようかなと思います。この辺が結構斜めになってるんで、どこまで行けるかね、ちょっとあの一回やってみますけど、まあ、この辺までですかね。でここの、直線で刈り取りができるところまでですかね、この辺までぐーっと来て、結構でも長く取れますね、これね。こっち側の方まで。まあ、これで繋ぐような畑をちょっと改造しようかなと思ってます。で、こっちの畑は今までもろこし作ってたんですが、ちょっとしばらくはお休みしましょうかね。もう最近畑がすごい増えて、ちょっと1年間でやる仕事がですね、非常に増えてまして、サイクルがですね、かなり悪くなってるんですよ。
からですね、ひょっとしたらちょっとこの収録のサイクルもですね、だいぶ減ってるんですね今。別で作業をしないと進まないんで、で同じことを何回もお伝えしてもね、ちょっとあれなので、まあこの先はですね、ちょっとその収録する頻度が落ちてくる、まあイコールその動画を上げるスピードもですね、ちょっと落ちてくると思います。なので今ちょっと週2回で、アップしてるんですが、ひょっとしたらまあ週1回とか、まあ1回から2回の、まあ、アップになるのかもしれないなと思ってます。ただですね、まあ農場は確実に大きくなってますので、まあそうですね、最後まで、お伝えできればと思ってますので、またですね、よかったら引き続きご覧いただければと思います。はい、そしたらですね、今日はこの辺りでお別れしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。